酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、じゃん。謎メーカー、確かどこだったっけな？スーパー。まあ、いわゆるスーパーのプライベートブランドですね。タスキっていうその漢字のタスキシリーズのチューハイストロングドライ、糖類ゼロ。アルコール度数 9%。果汁が 0.7% で、原材料がウォッカとライム果汁とグレープフルーツ果汁とシークワシャー果汁と、炭酸と酸味料と香料。製造者がアシードブリュー株式会社。ああ、よくある会社ですね。よく聞く会社ですね。となっております。今日はつまみに、ローソンストア100で、購入しました味付きメカブ。メカブ、懐かしいですね。食うの久々だな。ただ量がすっげえ少ねえんだよ。100円で3個だから。すっごい少ないの。よいしょ。まあ、メカブも好きだけど、なんだっけ。もずくも好きなんです。酸っぱいんで。もずく酸っぱくて好きなんだよね。ただ、もずくってさ、液体の方が多い気がするんだよね。だからさ、食った気がしないっていうか、なんか、飲む感覚じゃん。食うっていうより飲む感じ。ウィッシュ。ということで、今日も完璧。あ、意外と美味しい。こういうストロング系ってさ、なんか酸味が足りなかったりとか、これだと、まあ、甘みは確かにないんですけど、うん。その分、ライムの、果汁とグレープフルーツ果汁とシークワシャー果汁が入ってる。からか、酸っぱいんで、結構、まあ、ちょっと酸っぱいんで、うん。まだ、結構美味しいです。で、値段が確か100円ぐらいで、まあ、よくこういうのって100円ぐらいじゃないですか。まあ、だからね。まあ、アルコール度数 9% で、これ、甘味料含まれてないんでね。サントリーのストロングゼロとか、あれ、これまあ、基本的に、チューハイは、この動画で紹介するやつは、基本的には、甘味料含まないやつを選んで買ってるから。うん。あ、メカブってこういうやつか。あれだね。納豆みたいな粘り気がある。うん。プライベートブランドにしたら美味しい。サンガリアのやつよか全然美味しい。このアシードブリュー株式会社はあれだね。結構手広く、プライベートブランド何でも作ってるから。この会社。スーパーのプライベートブランドって言ったら大体多分この会社なんだ。まあ、結構例外もあるけどさ。な、よくわかんないスーパーの、例えば、イオン系列ではなく、イオンだとほら、イオンのプライベートブランドで出るじゃないですか。で、あと、セブンイレブンの系列ではない。セブン&アイのやつじゃない。よくわからない、なんか、スーパー。の、プライベートブランドは、だいたいこのアシードブリュー株式会社っていう。俺は酒好きなね、元新潟人の飲酒動画を長くやってますと、もうだいたいわかるんだよね。あ、この会社かって。ほら、ネバー。でね、粘り気のあるやつも俺好きなんで、納豆とかね。いただきます。んこれ、あれだ。これは、
醤油ちょっと入れます。醤油をちょこっと入れて、ほんのりしょっぱいんだけど、あんまりちょっと足りねえ。俺結構しょっぱいの好きなんで。ていうか関係ないけど、新潟人ってあのしょっぱいの好きだよね。っていうより東北の人間ってしょっぱいの結構好きで、だからかあのなんでなんですかね、あの寒いとおそらくあれなのかな、塩分がわからん。だからかあの血糖値とかがん？なんか糖尿病じゃなくてそのなんだあのなりやすいんだよね。うん。あ、美味しい。これ美味しいな。普通にうまい。うん。あの、だからか、あの、全国的に見ても、あの、秋田とか、山形とか、新潟の人っていうのは、あの、塩分の取りすぎによって、その、なんだろ、血糖値が上昇するんだかなんだか知らんけど、なんかの病気にかかりやすいっていう。うん。データがあるらしい。うまい！これめっちゃうまいじゃん。メカブ。100円で、これ3つ買えるんだったら、結構、あれじゃない？そこら辺のスーパーでメカブ買うようが多分安いんじゃん。どうだろうな。あんまり買ったことないからっていうか全然買ったことない。あ、うまっ。あれとか美味しいですよね。あの、オクラとかさ。オクラとかも俺大好きなんですけど。オクラ？オクラとかさ。あと、あれが、最近、あの、野菜高いからあれだけど、モロヘイヤとかね。てか、あれ、野菜高いって最近騒がれてるけど、あの、ぶっちゃけモロヘイヤってそもそも高い気がするんだよな。あれ、高い時期じゃなくても高いよね。で、今はもう、野菜高いんで、俺なんて昨日、あの、白菜、このローソンストア100で買ってきましたけど、白菜4分の1で100円ですからね。白菜4分の1で100円ですから。で、あと、玉ねぎじゃねえや。キャベツも4分の1で100円。ただ、ローソンストア100は安いと思うよ。玉ねぎ3つで100円だもんね。あと、人参も3つで100円。結構でかいし。うん。で、しかも、ローソンの契約農場とかで作ってるから、結構国産が多いんで。千葉県産とか。ただし、昨日見たところによると、白菜はどうやら、韓国産でした。チョンジンさんです。チョンジン、チョンさんです。あ、うまっ。モロヘイヤとか20年ぐらい食ってない気がする。あれもううめえんだけどな。あとセロリ、あ、関係ないけど、セロリとか好きですけどね、俺はね。結構嫌いな人いますけど。まあセロリはあれは、確かに嫌いな人いるのはわかるな。臭いもんね。独特な臭みがあるから、ね。
モロヘイヤも独特な香りあるよね。うん。最近はね、俺圧力鍋持ってるんで、安いやつ。持ってるんで、だいたい鍋です。圧力鍋でだいたい20分。うん。なんか最近あれなんだよな。このロジクールの HD ウェブカムが調子悪いのか、それともパソコンのその USB を挿す、その本体側のその電力が足りない、足りてないのか、なんかいきなりデドゥンとか言って、音がしてさ、勝手にさ、接続が切れるんだよね。何なんだろうか。誰かわかる人いる？ここ、半年ぐらいで多発してるんだよな。本当に録画してる最中にさ、いきなりデドゥンとか言ってさ。落ちんの、なんとかしてくれる？これ。マジでわかる人いたら、ご一報ください。マジで死活問題だ。これなんとかならんのかな？いきなり切れるのよ。あー、ネバー。ネバーっとする。納豆もそうだけどさ、粘り気のあるやつ、特にモロヘイヤとかはすげえあれらしいからな。あの粘りの成分がいいらしい。特にモロヘイヤはよくわかんないけど、いいらしい。体にいいらしい。あの粘りの成分がいいんだって。ただ、モロヘイヤって最近見ない、俺だけかな、見たことないんだよね、モロヘイヤって売ってるスーパーが。そもそもモロヘイヤって売ってるスーパー、俺おかしいな。俺ちゃんと野菜のコーナーとかいろいろ回ってんだけど、俺が見てないだけかな。意外とあるのかもしれないですね。まあ、そもそも値段高えと、絶対買わねえからな。だいたいモロヘイヤってクソ高かったりすんね。もう野菜なんて基本200円以下しか買わねえからな、俺。ああ。でも今年の白菜さ、値段2倍か3倍ぐらい上がってるよね。数年前は白菜なんて一玉いくら ?178 円とかで売ってたんじゃない？うん。で、今はや4分の1が100円だからね。まあ、ぶっちゃけた話、一人暮らししてると4分の1しかほぼ使わないんだけど、ね、うん。4分の1しか使わない。4分の1でだいたい3日は持つからね。鍋3回3食分は持つから。俺大体夜しか鍋食わないから、鍋で3食分。で、俺がよく使ってんのが、鍋は、鍋キューブとかいう、なんか、あれをポイポイって2、3個入れて、で、さらにキムチの素、桃屋のキムチの素、俺大好きなんですよ。桃屋のキムチの素、あれが神。実はね、最近Amazon で確か買ったんですけど、こちら、じゃーん、桃屋のキムチの素の大容量バージョン 620g。 これ結構でかいやつで、 620g だと600円か500円ぐらいで買いました。これがね、
半端ない。このやっぱりキムチの素ってね、っていうかね、大体ね、俺ね、もう昔から言ってんだけど、キムチって大体当たり外れあるんだよ、あれ。普通の市販のやつ買うと。もう元々キムチって言って出てるやつ。あれね、当たり外れあんのよ。なんなんだろうな。大体韓国産キムチだとまずかったりとか、まあ、国産でもまずかったりすんねんな。あれがね、もう完璧に解消されるのが、あれ、キムチの素で自作すること。自分で作る。白菜入れて、あと、まあ、きゅうり入れたりしてもいいし、まあ、まあ、なんでもいいわ、キャベツ入れたりでもいいし、もう、もやし入れてもいいし、適当に、ねえ、フリーザーバッグっていう、あのダイソーとかでも売ってるけど、あのチャックをピャーってできる、あのプラスチックのあの袋みたいなやつに入れて、適当にギャギャギャって揉んで、うわーって揉んで、冷蔵庫でだいたい一晩放置して出来上がる。うまい。はっきり言って当たり外れなし。自作するともう当たり外れはないです。あれがムカつくのよな。キムチをさ、食いてーって言ってさ、買ってさ、食べたらすっげーまずいの。俺結構酸っぱいのが好きなんで、キムチって発酵食品だから、賞味期限間近ぐらいになると酸味が出るんだよね。で、俺はその酸っぱいキムチの方が好きなんで、寝かせるんですよ、その市販のキムチを。まずそれがだるいよね。なんでお前買ってからお前1ヶ月後ぐらいの賞味期限のやつを待たなきゃいけないねんって。腹立つよな。で、かといって、そのまま食べるとまずいねん。なんか、苦いとかなんかそういう感じの、まずいんだよ。苦いっていうか、なんか物足りないっていうか、全然足りないっていうか、いろいろあるよな。ということで、タスキストロングドライ、甘みはないけどちょっと酸っぱいですね。これは、うん、美味しいよ。よくできてる。うん。2134です。ご視聴ありがとうございました。